死因は睡眠薬による中毒死。暴行の跡や不審な点はないため、ほぼ自殺とみられます。自殺？あの入江先生が？最も思想にないタイプですけどね。何やってるんだ？あ！深夜、人口2000人の雛見沢地区に火山性の有毒ガスが発生しました。災害は雛見沢全戸に及んでいる模様で、現地で救助に当たっている自衛隊の発表では、犠牲者は2000人に及ぶものとみられています。現在のところ生存が確認されているのは北条さと子さん1名のみで。午前1時32分、お亡くなりになりました。どうして？例えば、この世界では前原圭一が奇妙な被害妄想に取りつかれ、この世界では園崎紫音が次々に残虐な殺人を繰り返し、この世界では竜宮レナが宇宙人の侵略に園崎家が関わ、綿流しの夜に富武と高野が何者かによって殺害され、それはみんなが記憶を生かし惨劇への道を避け、致命的な失敗をしないように最善の道を選んでいる。初見で見た限り、仏は喉をかきむしっています。それも自分の手で。こいつは真っ当な死に方じゃありませんね。純中ハック、なんだかヤバめな薬物でしょう。5年目か。信じられない。この病気を発症すると疑心暗鬼にとらわれて、周りの者が敵や悪人に見えてくるのです。幻覚や幻聴に襲われ、ひどく暴力的な振る舞いをとって、最後にはリンパ腺の周りをかきむしって死んでしまうのです。証明できるもの持ってますか？なんだお前ら。ケイチ、レナ、な子供魂。うわあ！嘘だ！ケイちゃんがこのまま死んじゃうなんて！
くことだけ考えるの。ここに残るのを圭一君が望むはずない。みんな走れ。みんな生き延びろよ。誰、みーちゃん、おねえ、無事だったの？ミオンさん。ごめんね、もう死んじゃってるの。だから無理無理、だってお社様はいるんだもん。レナ、でもサトコだけは見逃して。検討してあげるわね。ブロッコリー。正解。後にも先にもこいつだけだったな。奥さんに間違いないようです。自殺ですか。遺書がありました。例のバラバラ殺人や北条夫妻の事故、その全てがお社様のたたりであると。だから自らの血でたたりを押し詰めする、そういった内容です。